はい、どうもヒアレスです。どうもカイヌレスです。はい、あの明日発売、9月28日に発売になる分なんですけども、はい、あのエアフォースの、はい、ブラックホワイト出ますね。はい、はい、なんかすごいシンプルなんですけど、ちょっと見た瞬間にあ、ちょっとかっこいい。そうですね。あのここのとこ、はい、エアフォースってなんかあのコラボものだったりとか、そうですね、多いですね。はい、なんかまあちょっとね派手なものだったりとかっていうのは多かったんですけど、はい、まあここに来てこのシンプルな感じ、思いっきりシンプルですよね。はい、ただまあシンプルなんですけど、これよく見るとあのスウォッシュ部分、そうですね。なんかダブルレイヤーというデザインが書いてましたね。要はあのスウォッシュがあの二重になっていて、はい、下の部分があの黒のレザーになっていて、はい、でその上に白のレザー貼ってるみたいな。で縫い合わせてるっていうことだったね。はい、でまあ要は縁取りされてるようなソースになって、はいはいはい、まあそこはワンアクセントに、まああの、はい、単純に真っ黒みたいな感じになって、あ、そうですね、はい、ワンアクセントになってるみたいなデザインなんですね。はい、はい、あのまあ黒でシックにまとまってる分、なんていうか大人っぽく見えるというか、そうですね、はいはい、まあ引き締まって見えるというか、はい、足元が。はい、なんかいいですよね。なんか海外のサイトのこの靴の紹介を読んでみると、はい、90年代仲間のエアフォースワンのローにインスパイアされたみたいなことを書いてましたね。ああ、そうなんだ。はい、はい、これ見られた感想としてはいかがですか？まあ、そうですね、あのオフ・ファイトとエアフォース・ワンが昔コラボで出るって言った時に、はい、一発目の何ですかね、シンプルな、はい、あの画像のリークが出たんですけど、はい、そのエアフォースの画像っていうのがあのブラックの今回のボディに、はい、スウォッシュの部分が、はい、メタリックの銀のスウォッシュが入ってるだけの画像だったんですけど、はいはい、それにちょっと似てますよね。あ、確かに。はい、あの今後もこうしたの発売目前の、スニーカー情報も、お届けしていこうと思いますので、気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。高評価お願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイノレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.